綺麗な海に美味しい魚、そして新しくなったマリンパル女川です。海をテーマに驚き、発見、楽しさ、ギュギュッと詰まってます。マリンパル女川にみんなおいでよ。人口1万人の港町女川町に将来の J リーグ入りを目指すサッカーチームがあることを皆さんご存知でしょうか。去年4月に発足し、現在宮城県リーグに所属するコバルトーレ女川、元 J リーガーの2人を中心に天皇杯の県予選に挑んだチームに密着しました。高い個人技で圧勝したこの試合。しかし試合後の彼らに浮かれた様子は見られませんでした。修正点はいっぱいありすぎて、とても内容的には満足できるような試合じゃなかったんで。豊かな自然に囲まれた港町、女川町。この町に去年の4月に発足したサッカーのクラブチームがコバルトーレ女川です。14人の選手のほとんどが寮に住み込みながら、それぞれ地元の水産加工会社で働いています。仕事のあと、町の総合運動場での練習を週5日、土日には試合。それが彼らの1週間です。ハーフタイム水取ろう。選手たちは昼の仕事と夜の練習の両立に苦労しているはずなのですが、咲く花とかそういうもので季節を感じるじゃん。魚で季節を感じるのマジで4日だ。雨の時も体育館を借りて練習できるのが町の協力を得ているこのチームの強みです。14人の選手たちの中に J リーグでのプレーを経験した選手がいます。こんな感じです。男の一人部屋です。守備の要、ボランチの中島玲二さん。中島さんは高校卒業後に入団が内定していたチームが破綻。ヴァンフォーレ甲府、そして全国の社会人チームを渡り歩き、この女川が6チーム目になります。まあ確かにやってる時は辛いかもしれないですけど、でも楽しいっていうのもでかいんで、だからそうやって上のチームとかでできればいいなとか思うんですけど、でもこういう県リーグのチームでサッカーやるのもサッカーだし、どこでやってもサッカーなんで、ね、全国にこの女川という名前を広げたいですね。知ってもらいたいです、いろんな人に。こういうチームがあるんだっていう。フォワードの田中康弘さんは一昨年までアルビレックス新潟に在籍、海外でのプレーも経験した後、去年4月入団しました。女川に対してやっぱり好きなんでしょうね。街っていうか、はい。でなんかこのチームに自分ができることがあるんだったら、まあ、やってみたいなっていうか。台風が接近する中行われた4回戦。グラウンドは最悪のコンディションでした。
そして翌日の準々決勝。1点を先制されますが、セットプレーから同点。それ全部できないから。自分たちの、ね、リズム作れないときに、ね、ジレるなよ、イラつくなよ。後半、中島さんからパスを受けた田中さんが逆転のゴール。さらにポストに当たったシュートを田中さんが決め3点目。コバルトーレ目標のベスト4達成です。これからが本番だと思いますね。だから選手たちもやっぱり強いところでどんどんやりたいと思っていると思いますのでね、次の試合は楽しみです。どこまでやれるかっていうのが来年の材料になるかな。まだまだ出来たてのチームなんで。サッカーを諦めずに続けてきた2人が出会ったチーム、コバルトーレ女川。次の試合は来月。元 J リーガーの経験が勝利の鍵を握ります。町はチームをバックアップしていて、来月地元女川町で開かれる県リーグの後半の初戦には町民500人を集めて盛り上げようと計画しているんだそうですよ、うん。はい、本当にサッカーはね、ボール一つあればできるスポーツですからね、はい、場所は問いませんよね。県リーグの後半の初戦の前にまずは天皇杯の県予選があるということですから ね、はい、ぜひ頑張ってね、勝ち上がってほしいなと思います。特集でした。この後も県内のニュースです。